西成へおいでやす。どうもミスター京都あき、今日はね松之丞、西成の松之丞、こちらで今から飲んできます。こちらね、この間ブラブラしながら歩いてたら、ぜひYouTube に上げてくれということで本日やってきました。それでは今から乗り込んできます。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、名古屋のスーさんです。レッツゴー、名古屋のスーさん、レッツゴー、行くぜ。よし、ゴー。はい、こちらです。松之丞さん、今から行ってきます。行きます。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか飲んでいきます。はい、みんな飲みます。いっぱいいっぱい行きますんで。あ、OK です。はい、松之丞さん、始まってます。もう始まってます。もうあんまりカフェが出るカラオケの方がありますよ。いや、普通に撮られてるけど、うん、まだ大丈夫、撮ってへん、映ってない、映ってない、映していいの。いや、映していいですよ。お、男前、マスター。二階堂分かるよ、二階堂、二階堂分かる。二階堂行こう、二階堂。カラオケもあんねんな、ここ。カラオケね、カラオケ、ゲーム、カラオケ、カラオケいいっすね。カラオケ、あと、じゃあカラオケ歌ったら生ビール、生ビールです。あとはどうしましょう。来たよ、まあ、久しぶりに、久しぶりじゃ初めて。これや、これ2つで。それじゃあ、いただきます。男一飲み、生地男一飲み。これが俺の名物みたいなもん。ありがとうございます。どうしましょうか。おすすめ、おすすめ。ありがとう。今日はもう2杯目です。ごめんなさい、ごめんなさい。乾杯。お疲れです。お疲れです。お疲れです。スーさん、乾杯。スーさん、いつオープンですか。あー、1年半ぐらい。1年半。エリンギバターあるんですか。エリンギバターやりましょうか。はい、お願いします。やりましょうか。はい、今日はメニューはね、ほとんど売り切れなんですよ。もう飲みを楽しみましょう。飲みを、もうこういうね、はい、乾杯。乾杯とかあるんですけど、あるんですけど、今日はもう遅い時間に来てるんで、もう売り切れなんですよ。いっぱいあるんですけどね、キムチやら、豚キムチやら。歌おっか、カラオケ。しゃあない、しゃあない。もう歌おっか、それ。歌おう。それ、チャギアスやんな。チャギアスやな。チャギアス。友達がチャギアスを歌うみたいですよ。チャギアス歌うみたいですよ。歌うよ、1曲50円。1曲50円やけど、50円はどうでもええらしいわ。もう、行くで。兄さん、マイク。アカペラで行くよ。アカペラで行くの。いつもそう、甘い夜の明くる日は遅いから、テーブルはもう片付けましょう。ため息と一緒に一途、一途
泣かされるけど弱いのいたずらなり。エリンギバター350円。こんだけエリンギ入ってるこれバターで絶対うまいよこれ350円。これね、もう今日はほとんどメニューが売り切れやからエリンギバターでビールを飲みます。ほんでエリンギバターを焼いた人がこのお兄ちゃんほんま男前やなこれ。西成来たやこれ行くよ。エリンギバター。もうこれしか今日は売り切れてないですよ。いただきます。これがねまたとんでもないほどうまい。バターで炒めたエリンギ最高。これでね、西成のカラオケがある居酒屋、これで酒と一品があればいい。今日もう売り切れやからね、夜遅いからね。夜今10時ぐらいから、夜遅いから、はい、最高です。また来てください。ごちそうさまでした。松之丞行ってきました。もういろんなもんね食べたかったんですけども今日はちょっと売り切れで食べれなかったです。また改めて来ます。酔っ払いです。はい、西成の松之丞よかったら来ていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。